お疲れ様、メモキーパー。なかなかいいおびき寄せ作戦だったね。レンジャーとハンターが一緒にいるのを見たときは、さすがの僕も心臓が縮んだけど、まさか君が彼らを戦わせることに成功するとは思わなかったよ。約束通り、この子をあなたの前に連れてきたわ。これで取引完了よ。我らが七死人の友人はまだ状況が把握できていないらしい。でも大丈夫、ちゃんと説明してあげるから。簡単にまとめると、君はこのお姉さんに感謝した方がいい。彼女は君を騙そうとしたわけじゃなく、むしろ君のことを救ったんだ。その巡回レンジャーの手からね。いいね、そういう驚いた表情、僕大好きなんだよね。ぶっちゃけて言うけど、このヨミって女は君が思ってるほど単純じゃない。自分は巡回レンジャーだって言ってたみたいだけど、彼女は司令の一人、死と終局をもたらすものだ。遵守か壊滅か、それとも終焉か。まあそんなことはどうだっていい。それらは運命の別の側面、どれも同じ結果を指してるんだから。カンパニーの資料をあげよう。君は名家対抗トフェトのアフリートを知ってるかい？さすがだね。それなら話は早い。冥火大公はトフェトから来たエンマで、元素生命体の一種だ。そしてその羊はある天才と少々関係があると言われている。仲間と栄華鑑定を結成した彼はナヌークを主とみなしているんだけど、実際にはその大公の指導を受けて四方を焼き略奪を行い、壊滅の意思を実践してる。他のアナイアレイトギャングすら彼らが見逃すことはない。ファミリーのおつむに何か問題があったのか、誰かが手を加えたのかはわからないけど、なぜかそいつらにも招待状が届いてしまったんだ。もちろん栄華鑑定は断ることなく押し寄せてきた。宴の星を火の海にすると誓ってね。でも心配する必要はないよ。彼らは約束の場所には来ないから。なぜだかわかるかい？それはね、アフリートが死んだからさ。彼らは約束の場所に向かう途中で全滅した。犯人は神業とも言うべき手口でアフリートを惨殺。アナイアレイトギャングが受け取った招待状を奪ったんだ。栄華鑑定も崩壊してバラバラになった。その後ピノコニーに到着した謎の巡回レンジャーはオルゴールを頼りにホテルにチェックインしたというわけさ。まだ話を続ける必要はあるかい、マイフレンド？巡回レンジャーは神出鬼没で、お互いの交流も乏しい。隠れ蓑としては最高だ。彼女が口を割らない限り証拠はゼロだ。カンパニーなら追跡調査する方法もあるけど、時間がかかる。だから君が選んでくれ。今すぐ振り返ることなくここを離れて、真実に近づくチャンスを永遠に放棄するか、あるいは僕の誘いを受け入れ、ピノコニーをひっくり返せるほどの真実を知るか。
僕には君の助けが必要だから返事は待つけど、あまり長くは待てない。準備ができたら、ついてきてくれ。僕に協力するかどうかについては、その真実を見てから決めても、遅くはないと思うけどね。ヨミが、アイオーンの指令？アベンチュリンの話は、本当に信用できるのか？でもあいつは、選択の余地を与えてくれた。もう一度、ブラックスワンと話をした方がいいかもしれない。ホタルさんのことは、私たちが推測したように、性格ハンターと深い関わりがあると思う。でも、あなたも聞いたでしょ？アベンチュリンさんは、あのレンジャーを告発した。なぜアベンチュリンさんが、そうした判断を下したのかはわからないけど、彼には、カンパニーの情報網があるから、その見方も検討する価値がある。そして、私もヨミさんは何か隠していると考えてる。いえ、何かではなく、すべてを隠しているというべきね。これは以前の出会いから私が得た思いがけない収穫よ。そして、アナイア・レイト・ギャングについては、私も、アベンチュリンさんの言うことが確かだと証明することができる。だからこそ、この金色の宴で、彼女は私が一番注目しているダンサーなの。